野口玄之介没年不詳は、明治時代の英語通詞、神奈川県医薬官、開拓士御用係、函館県職員、函館主犯学校教諭、東京農林学校教授。野口ゲイラの名前の由来とする説がある。高下元年5月2日日全国家歴根郡長崎に、小森連沖縄の次男として生まれた。実名は新一、本籍は大浦田町54番地。 慶応四年、遺跡森留と横浜に渡り、四月二日、寺島宗則、遺跡廃下で、神奈川運上書通弁護用、うる四月二日、神奈川裁判書通弁を務めた後、十二月三日、神奈川県直属の十字補通弁官となり、明治二年十一月犯人死生、明治四年二月十四日県所属十月七日四等役官を、歴任した。外務、 大助寺島宗則の指示で明治4年2月から8月までイギリス軍艦シルビア号に乗り込み、カスガ丸による北海道沿岸水路の測量に同行し、通訳のほか写真撮影も行った。なお、内陸での測量の際、漁していた馬がヘンリー・セント・ジョン艦長の足に噛みつき、負傷させた。帰港後、11月瀬戸内海、四国への測量に指名されている。 明治五年五月から九月まで県羅卒、石田英吉、阿わや和平の香港の警察制度視察に同行し、通訳を務めた。千八百七十三年五月八日、神奈川県を退職し、十七日会拓死模用係、翻訳係に転じ同日弁方写真取り扱い、九月二十二日外国、初注文取り扱いを兼務し、東京出張所で、外国人、 外国企業との交渉、開拓主博物場の資料管理等を行った。1874年12月9日の金星の太陽面通過にあたり、旧カスガ丸乗組員、吉田主義地下の指名で海軍水路領に出港し、横浜でメキシコ観測隊の通訳、当日はアザブイークラ長官招待で写真撮影を行った。百七十八年八月九日、 ホロ内、岩内漁すした開催事務係を兼務し、黒ホー,ードによる官営ホロ内鉄道建設のため、東京で物資の調達を行った。1880年3月24日、石狩加工改良係を兼務し、ファンヘントによる鉄道沿線の水分計画に関わったが、ヘントの休止等で中止となり、1881年6月23日、改良係を解かれた。 1882年2月8日開拓誌が廃止されると開拓誌残務取扱所大倉省で残務整理を行った。1882年3月15日函館県雇用係となり、11月6日諸務課に配属され、外国人の対応等を行った。1884年1月函館市藩学校に英語科が新設され、 12月11日一等教諭に招かれた。余暇には、函館博物場でブレーキストン、プライヤー教調カタログオブザバーズオブジャパンを翻訳して、大日本金取り集を表し、また、札幌県、青森県に出張した。1886年函館県が北海道に統合されると、同年11月13日から1887年10月20日まで、 東京農林学校英語学教授を嘱託された。その後の消息は不明。記載論文における野口ゲラの図版1887年、シーボームが記載した野口ゲラは、1886年、琉球諸島で標本を採集したプライヤーの遺構で、野口なる人物に、懸命されたものである。最終の木と、横浜行の広島丸で同出している野口がそれと思われるが、 同年函館県を退職した玄之助が通訳として同行したものとも考えられる。1973年ベーツが記載した野口青ゴミ虫と野口長ゴミ虫もジョージ・ルイスの最終人野口に懸命されたものである。この野口の正体も不明が、ルイスは慶応元年1月、玄之助の近所大浦一番地33番路地を借り入れており、 源之助と接点があった可能性がある。ありがとうございます。